おはようございます。あ、すいません、ずっとノイズ乗ってましたね。おはようございます。9時半になりましたらスタートしたいと思います。いや、昨日ですね、オンラインレッスン結構やってたんですけど、なんかね、途中で私のパソコンの音がですね、途切れ途切れになってしまいまして、今んとこ多分大丈夫だと思うけど、もしかしたらなんかそういう変な現象が起きるかもしれないです。なんかあったらぜひチャットに何か言ってください。では9時半になりましたので、今日もよろしくお願いします。おはようございます。マイナー6からこのオクターブまでのところは結構難しいと思います。距離が離れてるのでね。メジャー6、マイナー6、そしてフラット7、メジャー7。メジャー7なんかは結構わかりやすいんじゃないですか。音がね、振幅してますよね。で、オクターブは簡単だと思います。はい。この部分ですね。出題してみたいと思います。1番。はい、お疲れ様です。今日は9月20日です。ちょうど今ね、オンラインレッスンが、違う、ズーム朝練、はい、終わりました。大丈夫だったかな。少し心配なんですよね。昨日からなんか調子が悪くて、パソコンの今朝いろいろ見てみたんだけど、おそらくここが原因じゃないかなっていうところもね、なんとなく疑ってみて、なんとなくそれやってみて、で朝練の前にねチェックしたら、まあ動いてるからとりあえず大丈夫かな、まあいろいろね思い出してみたんですよ。その数日前と昨日の状態とで何を変えたかなっていう、仮に変えたとしたら、シンクルームをインストールしたっていうことなんですよね。でシンクルームはまだ使ったことないし、そもそもシンクルームは初期設定のところをさ、軽く設定やって、まあ、ネットデュエットと同じようなね設定にして、ソフトは落としてる状態というか別に起動してないんだけど、でもそれがなんか原因なんじゃないかなって思ったんですよ。だってそれぐらいだもん。特に OS とかアップデートしてないしね。で、その項目1個外したんです。チェックを。それが何かというと、見えにくいと思いますけど、設定のこれ。これがオンになってたんですよ、もともと。オーディオデータ保管処理を有効にする。受信バッファサイズ安定化のための処理を有効にします。環境によって音声が乱れる場合は無効にしてください。これが入ってたんですけど、これを外しました。で、別にこれ、シンクルーム立ち上げてないからね。普通にこれは閉じてる状態で、なんか悪さをしてたんじゃないかなと思って。で、その症状っていうのはですね、その何かしらの音声を再生すると音が途切れるっていう現象なんですよ。それが MP3 だったりとか、例えばまあ自分の動画とかね、まあレッスンの時とかさ、こっちでオーディオ流して、この普通にイヤホンの線がオーディオインターフェースに入ってこっちのパソコンから流れてくるんだけど、レッスンの時とかそれすら途切れてる。YouTube も音声途切れます。なんでって感じでしょ。でもそのわかんないよ、シンクルームの底をいじったから治ったとかわかりません。はい、原因はわかりません。もしかしたらオーディオインターフェースの問題なのかもしれないし、でもそうだよね、原因はオーディオインターフェースの可能性あるよね。実際シンクルーム関係ないかもね、そもそも起動してないわけだし。こっからオーディオでアナログにオーディオインターフェースに音声が入ってってるわけですよ。で、それをヘッドホンで聞いてるわけ、オーディオインターフェースから。ってことはパソコン通してないもんね。オーディオインターフェースしか行ってないわけですよ。でもその音声が途切れてるっていうのはオーディオインターフェースの問題かもしれないね。これパソコン関係なかったかも。はい、というわけで原因はよくわかりませんが、シンクルーム関係ないかもね。で、今日は1日レッスンです。はい、オンラインレッスンもありますし、こちらにいらっしゃる生徒さんもいます。日曜日なのでたくさんレッスンが入っております。やっていこう。はい、はい、レッスンがねちょっと空きました。寒いね、なんかで、ちょっと小雨がパラついております。
でね、 Google ドライブが満帆ですよっていう問題が あったと思うんですけども、解決しました、ようやく。あ、風切り音入ってるかもしれないね。まだここにモサモサをつけてないんで、なんか風吹いたらちょっとボーボー言ってるかもしれないです。Google フォトが問題だったんですよ。今年の2月からですね、動画は無制限にカウントされないでデータの容量を食っちゃう仕組みに変わったみたい で自動バックアップにしてたもんだから、すごくね容量食ってました。結局 Google フォトがもともと全部無制限だったんだけどね。はい、それが原因でした。で、 Google One っていうやつだったかな、それを使うとどこで容量食ってるかっていうのがちゃんと見れるようになってて、それで確認して余計なデータをね消しました。そしたら復活しました。 Gmail もちゃんと容量戻ってきました。よかったです。で、この後はねオンラインレッスンですね。またズームのカメラが動いてない。今朝は大丈夫だったんだけどな。よし、カメラ映った。はい、もしもし、黒田です。うんうん、はい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 、了解です。また別日に、そしたら、はい、振り替えやりましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。こんにちは。ちらっとだけ前回のおさらいをしたいと思うんですけど、はい、これが最初のポジションで、したら一弦の薬指と、今度はここのエリアは B フラットの形を使って C のコードにしましょうっていう感じだったんですよね。はい、本日のレッスンも終わりました。結局時間をちょっと間違えてたみたいで、でちょっとずらして最後オンラインレッスンやりました。ちょうど前回私がですね、カメラの調子が悪いっていうことでレッスンできなかった方なので、今日は何としてでも別日にしたくなかったんですよね。申し訳なさすぎる、それは。よし、で、カルテを書いていきます。ここからですね、明日の Vlog、 違う、今夜の Vlog。 今日はレッスンばっかりで全然動画がねはかどっておりません。朝からやってましたから、なので急いで仕上げやっていきます。はい、本日の動画も無事アップしまして、こちらにですねモフモフをつけていきたいと思います。この点々がマイクなんですよ。ここにかかんないように両面テープをまず設置していきます。この作業すごい大事です。絶対穴にかぶってはいけません。結構ここはね繊細ですよ。このカメラを使ってる一番のこだわりがマイクですから、マイクを潰しちゃうかもしれないからね。細かく切っていきます。はい、あとはこちらをですね植えていきます。で、あとはちょっと余計な部分をねカットしますね。これレンズにかぶっちゃうんで、こんな具合かな。こんぐらいの長さだったらレンズにはかぶんないでしょう。OK。
できた。じゃあこれでちょっと今日も酒かチップスを探す旅に行ってみようかな。こんな感じ。はい、風切り音対策やりました。どうですか、音声は大丈夫ですか？なんかこもってたりしませんか？穴をね、なるべく塞がないように設置しましたので、ある程度は大丈夫かと思います。で、今日はね、これから酒川チップスとかね探しに行きますけども、明日の Vlog を作っておかないといけません。明日がですね、早朝から私お出かけしまして、1日、家にいないので動画の編集するタイミングがございません。なので頑張ってね、今夜中に明日の動画の編集をやっていきたいと思います。いや、もうちょっと寒いぐらいだよ今日。なんか何この変わりよう、急に秋だもんね。いや、 T シャツ短パンみたいなもう無理でしょ。はい、戻ってきまして、こちらすごい光景が広がっております。こちらはですね、ローソンと、セブンイレブンのコラボレーション今日ね、来た生徒さんからダジャレでどうしても言いたかったんで、コロナ買ってきましたっていうことでいただきました。ありがとうございます。いただきます。コロナはですね、ロサンゼルスに住んでた時は結構飲んでましたね。いただきます。うん、懐かしい。そうそう、ちょっとフルーティーな感じするよね。軽いです、美味しい。で、こっちがね、ローソンの砂肝ネギみたいなやつ、冷凍食品。これも、おにぎり温めますかのオンライン飲み会で紹介されてたやつ。酒かチップスもなんかハバネロスティックみたいなやつも紹介されてて、この砂肝もやってました。うん、最高。で、こっちがチーズダッカルビ。これも紹介されてました。実際初めて食べるかも、チーズダッカルビって。何肉なんですかね？豚かな？どうなんだろう。ちょっといただきます。うまい。これは美味しい。ローソン強いな。で、私、山椒すごい好きなんですけど、この万歳山椒ってローソンで見つけたんで、あ、なんかおかきみたい。うん、あ、若干パクチーっぽさもあるな。魚醤でいってんだ。山椒感はうっすらいるかな。前にプリッツみたいなやつの山椒味みたいなやつ、あれがものすごい美味しかったね。すごい山椒効いてて、うん、セブンイレブンのタコと、そして大好き赤西貝、これマジ最強にうまい。うまいね。では、ここから私は明日の動画の編集をやっていきます。そのためのお助けアイテムって感じだからね。いやー、これやばいぞ。収録時間がおよそ8時間。サムとの、ライブ配信、チェシメのやつ出たやつね、リハーサルもしてるからな、この日は。きついぞこれ。で、明日私は朝のもう8時ぐらいには家出るんで、絶対今夜中に終わってないと思います。よし、ここからはタイマーつけてやっていきます。目標は3時間以内に終わらす、6セット以内に終わらす。 GO!